月は時間の単位の一つ。年と日の中間にある単位で、1年を12分した日数である。現在世界で標準的に用いられるグレゴリオ歴は、修正元のユリウス歴の月を組み、1ヶ月の日数は30もしくは31日を基本とし、2月のみ通常は28日、400年間に97回、あるルード氏には29日としている。 時間単位の、月は、日時経過を知る際に、天体の月の層の様子を見ることで容易に、認識できることから生じた。新月から次の新月までの周期を指す1、昨棒月が、約29.530589日である、ことから30日もしくは29日を1、か月としていた。この周期単位を用いる、退院歴では、1年は、 約354.4日となってしまい、季節の循環を司る太陽が天球を一巡する、周期である365.2422日と比べて3年で1ヶ月程度ずれが積み重なる。このため、順月を適宜加える大陰太陽暦が作られた。しかし、どのようにウルーズキを設定すべきかというオケルー法の問題が残った。一年を、 太陽の運行から定める太陽歴はナイル川の氾濫が太陽年の周期で起こる古代エジプトで発明され古代ローマのユリウス歴に取り込まれてヨーロッパに広まり海歴を経たグレゴリオ歴として世界中に広まり時間のガツはその基準を天体の月から太陽へ移されることになった地球上からの観察において月が 太陽の位置に対して一巡する周期を作望月、または太陰月という。太陽月地球が直線に並ぶ1日から次の1日まで、または太陽地球月が並ぶ持ちから次の持ちまでの期間を指す。これに対し、遠方にある恒星の位置に対して月が一巡する周期を恒星月と言い、月が地球を一周する公転期間でもある。 地球上から見て、月の軌道が王道に対して上る方向で交わる点に来る周期を、光天月という。月が春分点を通過する周期は、分天月と言われる。月が近地点の位置に来る周期を近天月という。これら月の周期の間には、223作望月、イコール239近天月イコール242光天月イコール、 ts という人数関係があり、この ts は、サロス周期として、古くから知られている。1日持続期は、約29.530589日、高生月は、約27.321662日である。それらの周期は一定ではなく、年月の進みによって、わずかずつであるが変化していく。その計算式は、下記の通りである。ここで、 y は ,j2000.0 からのユリウス年数である。例えば ,2017 年1月1日の、1日持ち月は 29. 5 5、29.530588853プラス0.00000026027イコール29.53058890日イコール29日12時間44分2.8801秒となり、 2000年1月1日の1日、もちづき2 9 5, 5 3 0 5 8 8 8 5 3日イコール29日12時間44分2.8769秒と、比べて0.0032秒だけ長くなる。一方、地球の時点は、雪道や潮積などの影響によって、だんだんと減速していることも知られている。そして、 月の光転期間との差異が徐々に縮まり、約50億年後には一致して、地球と月は常に同じ面を向け合うようになるとの説もある。こうなると一昨棒月は1日となり、地球上のほぼ半分からしか月は見えなくなる。暦では、月は、日の整数倍となる。暦によって、また同じ暦でも月により長さは異なる。太陰暦と、 体院太用歴では、アルツキの頃の飛発を、月の始まりとする。そのため、1ヶ月は平均すれば1、作望月に等しい。作望月の日数には波数があるため、個々の月には30日の月と29日の月がある。1年は原則として12ヶ月だが、体院太用歴では、約2.713年に一度のウルー年に、ウルー月が加わり13ヶ月になる。 太陽歴は作望に対応した単位を持たない。そのため月を置く必然性はないが、作望とは、無関係な、月を持っている。英語やフランス語などの各月の故障も、古代ローマで制定された、ローマ歴の名称を引き継いでいる。ローマ建国の初代王ロームルスによって定められた、最初の暦は、紀元前735年に始まったロームルス歴で、あり、一年を、 人間の妊娠期間から決められたと言われる304日としそれを10ヶ月に分けて、各月を決めた。最初の4ヶ月に、ギリシア神話やローマ神話の神々の名を当て、続けて、5番目の月、6番目の月という番号を振った。しかしこの小読みでは、季節とのズレが激しく、特に農業従事者からは、不満が多かった。 そのため二代目の大沼ポンピリウスは2ヶ月を追加し、退院歴の354日を基準としながら、偶数を嫌う、当時の迷信からこれに1日を加えた355日を一年と、する、沼歴を紀元前700年頃に導入した。だがこれでも、年間10日程度のズレが残った。純月やウルービを挿入して対応したが、 やがて貴族や神官らが勝手におけうるを行うようになり、暦は不統一でバラバラな状態に陥った。ガイウス・ユリウス・カエサルは、ローマ内戦で逃れたグナエウス・ポンペイウスを追って、エジプトに遠征し、クレオパトラ7世と協調して、勝利を収めた。この際、彼は、ソシゲネスから暦を学び、ローマに持ち帰った。これを基礎に、 紀元前47年に制定された1年を太陽暦365日とし、新年を当時に近いジャニュアリアスの初日からとした、暦がユリウス暦である。1ヶ月は30日、または31日が交互になるよう定め、超過分は沼暦で最終月だったフェブリューリアスを29日と少なくして調整した。この際、元老院はシーザーを称え、 第五の月の故障をユリウスへ改定する決議をした。その後、ローマ帝国初代皇帝となったアウグストゥスは支配下の元老院を操作して、誕生月であった第六の月を自らの名に解消させた。この際、ジュリウスより日数が少ないことを嫌って、フェブリューリアスから1日を移して31日とし、以後の各月を30日と31日が、 交互に来るよう変更を施した。このような流れから、7月と8月に大の月が続くこと、8の世当時オクトーバーを持つ月が10月というように、意味が2ヶ月ずれた4つの月、そして2月の日数が少なくウルーの調整に使われるという現在に通じるそれぞれの月が定まった。なお、皇帝の名前を月の名称とする慣例はその後も行われ、 皇帝ネロがアプリリースをネロネウスへ皇帝ドミティアヌスがセプテンバーをゲルマニクス、オクトーバーを自らの名とする変名が行われた。しかしこれらは皇帝の死後元に戻された。一方、二代皇帝ティベリウスはセプテンバーをその名に変えようとする元老院の決定を皇帝が13人になったらどうすると覆したことが知られる。 農耕や狩猟などに大きく依存する原始的社会では必ずしも月の満ち欠けに習わない暦も作られた。例えば、フィリピンルソン島のボントクイゴロット族の暦では農作業に応じた不定期の八つの月が定められていた。北海道のアイヌが用いた暦が1892年観光のアイヌ風俗略史に記録された。 旧暦の3月から始まる1年に不定期のウルーズ期を設けていた点から素朴な大院太陽歴と考えられる。自然現象や生活行動に基づく各月の名や日照時間が長くなり始める月から1年が始まる。特徴はアメリカのイロコイ族が用いた暦にも共通する。より寒冷なカラフトに住むカラフトアイヌの暦は北海道アイヌとは微妙に異なる。 また、鳥居隆三が再録した、千島アイヌの暦は、野鳥や海産物の名に由来している。現代の日本では、グレゴリオ歴の各月に、旧歴で使われた古障を引き継いだ和名を当てることがある。和風月名の語源には、諸説ある。一方で、1月、2月という表記も古代から使用され、最古の例は、奈良時代の720年に編纂された。 日本初期に見られる漢字、2月に、カタカナの組んで、キサラギなど、数字表記と和風月名が併記された部分がある。なお、11月は、11月、12月は、1 2月である。また、各月には、様々な一生がある。8月を例にとると、葉月の他に、ケントリー月、総月、京月、秋風月、笹はなっさ月、中秋。 竹の春などがある。イスラム教社会では、世界標準歴と並び大院歴であるヒジュラ歴が使われる。イスラム圏内ではこのヒジュラ歴と合わせ、農耕民のためのイラン歴も作られた。イスラエルでは、世界標準歴と並び、大院太陽歴であるユダヤ歴も使用される。西暦の9月頃に相当する。 ティッシュリの月から始まり、純月は19年に7度加えられる。中央アメリカで栄えたマヤ文明は、高い天文知識を持ち、紀元前7から6世紀には、正確な月や金星の周期をあり出していた。しかし彼らが用いた、マヤ歴の、月は、月の満ち欠けに関係しない20日を単位としていた。 宗教歴では13ヶ月の260日を1年とし、常用歴では18ヶ月の360日に5日だけになる19番目の月を加え365日としていた。月は時間の単位としても用いられる。通常は、ヶ月という表現を用いる。なお、単に、月という表現を用いる場合もあり、この場合は、暦上の1番目の月。 二番目の月に対応する一月に月特別するため、日常的には一月、二月と訓読みを用いるが、公用文、法令文などでは必ず一月、二月と音読みする。一ヶ月という場合は、特に断りがない限り、初日は参入せず翌日を起算日とし、翌月の起算日を当日の前日までを指す。 例えば1月15日からの1ヶ月は1月16日から2月15日までである。翌月に起産日容当日がない場合は翌月の末日までとなる。これらのことは日本では民法で定められている。ただし、このように定められる1ヶ月は月によって日数が異なるため科学における証明など厳密に時間の長さを表現することが求められる。 場では用いいられない国際単位系では、平用単位にもなっておらず、日本では計量法で使用して良い単位には入れられていない。ユニコードには、全角幅の1月から12月が以下のコードポイントに定められている。本客中は、出店、客中内で提示されている出店を示しています。ありがとうございます。